はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生です。数学1時間数って何っていうところの説明をしていきます。こっから新しいところ1時間数っていうのが始まります。ここは動画をですね全部で10種類ぐらい、撮る予定なので、それのスタートですね。まず1時間数っていうのがどういうものを勉強してるのか、そこを掴んでもらうための動画になってますので、こういうことを勉強するんだっていうのを頭に入れておいてください。久々なんです、中2の数学ね、これ書いててうおー難しいって思いながら書きましたけどね。まあでもこうやっていくことは簡単なので、覚えることも1個しかないからね、軽く説明していくので聞いてみてください。ではお願いします。まずですね、じゃあここの文章からちょっと読みますよ。 y が x の一次式で表されるとき y は x の一次関数というね。まず学校のテスト、中間テストとか期末テストねのためにこの動画を見てる子はこの言葉は丸暗記してください。特にこの赤線のところ穴埋めでたまに出てきます。いいかい。ただ受験勉強用に見てる子は別にこの言葉は覚えなくてもいいです。いい。でこれが何を言ってるかっていうと、今ちょっとこっち飛ぶよ。 y イコール 2x-5、 これあるじゃんか。 y イコールほにゃらら x、 まあ足すか引くかほにゃらら、こういう形になってるものを一次関数って言うって書いてあります。つまりこれ一次関数なんです。でね、今ここに y イコール ax プラス b と書いてあります。この y イコール ax プラス b、 これが一次関数のね全てなんですけど、これは丸暗記です。テストの子だろうが受験勉強の子だろうが関係ないです。みんな覚えてください。いい？ y イコール ax プラス b、 それが一次関数です。で赤で書いた a、 ここにね数字が入るんだよ。こんな感じで2みたいな感じで数字が入るんだけど、ここの数字のことを傾きと言います、日本語で。で b のところプラス b、もちろんマイナスの時もあるんだけど、ここの b、 ここの数字のことを切片、これ切る辺で切片と言います。これちょっと指で消しちゃった。いいね、傾きと切片、それを頭に入れてください。ちなみにごめん、先のことちょっと話すよ。傾きってあるじゃんか、これもう一個名前があるんです。本当はこれ傾きと変化の割合っていう別名もあるんだけど、それ次の動画なのでその時に頭入れてください。今は傾きがここ、切片がここ、そして y イコール ax プラス b、 これを丸暗記しようね。でさっきも言ったようにこんな感じ、 y イコール 2x-5 ね、これほにゃらら x ほにゃららってなってるからね、これ一次関数です。で1個下飛びます。 y イコール 12-8x、 ちょっと違うように見えるかもしれないけど、これも一次関数なんです。なぜかっていうと、ちょっと待ってこっち行くね。 a が赤でしょ、今マイナス 8x って言って x にちゃんとついてて、切片がここにあります。つまり分かりにくければ、式って順番を変えて構わないので、マイナス 8x プラス12って、ひっくり返したら同じじゃんって。だからこれも一次関数なんだよ。で真ん中の y イコール3分の2、括弧 x-6、 これも一次関数です。いい。でなんでかっていうと、これ括弧があるので展開します。ちょっと出すぞ外に。展開すると y イコール3分の 2x マイナス4となります。で分数が入ってるけど、ちゃんとほにゃらら x、 そして後ろにちゃんとマイナス4って言って切片ができてるでしょ。だからこれも一次関数なんです。いいかな。でもう一個どんどん話していくぞ、ごめんな。で例えばこの式 y イコール 2x-5、 これの傾きと切片いくつですかみたいな問題もあります。って言われたら、傾きが2、
切片がマイナス5と答えてください。いい？一番下の式だったら傾きはマイナス8、切片はプラス12と答えてください。いいね、そうやって答えるんだよ。これが一次関数のまず基礎です。いいね、ここまで言ったことは覚えなくていいことは何もないからな、ちゃんと覚えるんですよ。で、次、日本語からどれが一次関数かを探します。で、本当は何パターンってもっとあるんだけど、ちょっと有名ところの3つだけ持ってきました。じゃあ行きます。まず1番、1000円で X 円のものを買うとお釣りが Y 円だったそうです。こっから式を作ります。いい？で、俺はめんどくさいので、いい？一次関数かどうかって聞かれてるから、最初から左側を Y にしちゃうといい。今お釣りね、お釣りは、お釣りっていうのは持ってたお金から買ったものを引けばいいよね。1000円持ってって X 円のものを買うとお釣りが出てくるじゃんか。だから Y は1000円のものから引くお釣り、あ、お釣りじゃない、ごめん、買った X 円を引いたらこれで式完成です。で、これ一次関数かどうかね、パッと分からなければちょっと形を変えましょうか。こことここの順番入れ替えます。マイナス X を先に書きましょう。で、1000にはプラスが隠れてるのでプラス1000と、こんな感じ式が変わるね。そしたらちゃんとほにゃらら X 足す1000となってるから、これは一次関数になってます。なんで丸にしておきましょうか。一次関数ですと。で、ちなみにじゃあこれ傾きいくと切片いくつでしょうか。いけるかい。切片はね、いいと思うんだよ、プラス1000ってわかるから。こうね、傾きどうしようかってなった時に何隠れてるんやっけっていうね、1が隠れてるでしょ。だから傾きはマイナス1になります。いいか、この時マイナス1な。じゃあ次いきます。2番、 6km の道のりを時速 x km で歩くと y 時間、思いっきりみはじの問題ね。で、さっきと一緒、 y を左側に持っていきたいので y はから始めます。時間だろ、時間を出す公式は道のり割る速さだから、道のりが6なので6割る x だね。これちょっと形変えましょう、ちゃんと分数に。6割る x は x 分の6です。で、こうなりました。これね、まだ動画撮ってないですけど、 x 分のほにゃららっていうのはこれ反比例になります。これ1年生のね、あとで習うやつだけど、反比例なので、これは×です。一次関数ではありません。次いくよ。縦が x センチ、縦な、縦が、こっち行くか、縦が x センチ、横が5センチの長方形の周です。周ってはね、周りの長さ、こういう。で、今縦が x、横が5だろ。長方形って今こうやってやったけど、縦が2個、横が2個あるから、周の長さは縦が2個なんだよ。だから 2x いいね、足す横が2個、5が2個あったら万歳いけるな、これな、10となります。縦が2個、横が2個を足してください。で、これはもう見た感じに慣れてくるかな。思いっきりほにゃらら x、 そして後ろもほにゃららとちゃんとなってますので、これは一次関数で OK でしょうと。と、こんな感じになります。いいね、日本語から持ってくるときはこうやって式を作ります。で、一次関数かどうか調べなさいって言われてるから、もう左側 y はから始めろよ。これ癖つけるよ、 y はから始めるの、後で直すなよ、めんどくさいからね。っていう感じでチェックしてみてください。いいかな。で、ちなみにちょっとおまけの問題いきます。今この式あるじゃんか、これね、ちょっと持ってきます。じゃあこの問題にちょっと付け足して、あの下切れちゃってるけどね、矢印で。これもし縦が
3センチの時、週はって聞かれました、問題で。ね、それの問題があったらどうするか。で、今縦って3って書かれたけど、もともと縦って X なんだよ。な、縦 X だろ。だから、X のとこにこの3って数字入れちまえばいい。同じもんだから、縦だよな。で、入れると、ちょっと見にくくてごめんな。Y からいくよ。Y は2。で、ここに3入れるんだけど、掛け算隠れてるからね。2と X の間、掛け算な。2×3。で、足す10はそのまま。足す10。ってやると、Y は2、3が6で暗算して16。だから16センチ。こんな感じで、日本語でもし数字入れろって言われたら、入れるだけだからさ、そうやって解いてください。ごめん。っていう感じになります。いいかな？これが数学、一次関数の一番最初の問題。ここからね、動画ちょこちょこ撮っていくんで、これを見て、この式が頭に絶対入ってる状態じゃないと見る意味ないからね、他の動画ね。うん、そこちょっと厳しいこと言っちゃいますけど、ぜひ、これが頭に完璧に入った状態で、他の動画を見ていってください。じゃあ、今回、一次関数の最初の動画のじゃない、最初の説明でした。見てくれてありがとうございました。それでは、これで終わります。以上です。